も言っていました。その候補の一人、門奈は常葉菊川高校から日大に進んでおりますので、この菊川という町は三振が取れるスクールというボールありますからね、高があるから、はい、やっぱ速くてフォークみたいに落ちるのか分かりませんけどね。さあこれどうか、ゲッツー取れるか、6-4-3と当たった。絵に描いた、まあ、教育リーグではそれなりの結果を出して、まあ、今もからね、はい、ゴロを打たせやすい球ですよね。はい、ちょっと投げれない人いるんでね、ですから長嶋なんとか早くやれということ、そういう意味だと思いますね。あ、そうですか。代打の畑山が起用されました。この畑山も去年はジャイアンツ戦で随分活躍しました。嫌な顔してますけど去年までヘッドコーチだった高田さんとしては随分やられたなっていう感じあるでしょ。いいところで打たれましたね。ストックのような感じのボールですね。ですからスクリューですから、右バッターから少し逃げながら落ちるということでね、はい、フォークっていうかスクリューがあれば、はい、かなりいけそうですね。そうですね、はい、コントロール良さそうですからね、テンポもいいですね。今長嶋監督がそういうアドバイスを大久保捕手に送ったというリポート通り、やりたいそうですね、使えそうな、はい、あのピッチャーだと思いますね、あ、これですね、これがスクリューですね。